新宿の村ビルディングは東京都新宿区西新宿一丁目の新宿新都心の一角にある超高層ビル。新宿の村ビル、また単に野村ビルと呼ばれる。1969年、野村不動産は超高層ビルの建設を目指し、東京都の淀橋上水上跡地の入札に参加したが入札は一致した。しかしながら11号地マイナス -2 を所有する。 熊谷組と交渉の末、同地を1972年12月に取得。翌年1月に、新宿の村ビル建設委員会を設置して、建設部を中心に、全社的な動員体制を整えた。建設計画を策定するにあたって、野村不動産は、都市計画の先駆者である、高山映画を顧問として迎え、安井建築設計事務所、 熊谷組の技術人を交えるなど英知を結集した。その後当たりビルは着工するが、途中、石油危機に見舞われ、1975年に建設を再開するなど曲折を経て、1978年6月1日に、竣工。当初計画から9年の歳月を経て、観光に至った。白を基調に、青緑色のガラスが、特徴のビルで隣接して、 ソンポジャパン本社ビルがある。新宿駅から都庁方面へ、地下道を通り、新宿センタービルとの連絡通路を経由すると、少し遠回りになるが、雨の日でも濡れずにアクセスできる。当ビル内には多くの企業がテナントとして入り、地下と上層階には飲食店やコンビニなども所在する。ほか、50階には展望ロビーもある。ビルの前の広場では、 休日にフリーマーケットなどのイベントが行われることもある。1993年1月から1996年1月にかけ、オフィスビル需要の低迷や急激な欧映化の進展に伴い、当ビルも空室率が増加してきたため、野村不動産は3期に分けてリニューアル工事を実施した。これによって当ビルは新しいオフィスビルへとリフレッシュした。2006年5月に 地下1階商業フロアの大規模リニューアルの一期工事が完了。ついで2009年4月30日に、大梅街道からの動線を広げるとともに、店舗の多い地下2階へのアクセスが直接可能になるよう、階段とエスカレーターを南と北の2箇所に新設した、ほか、テラス席などを新設した2期工事が完了した。このほか、2011年5月16日に、 西新宿駅からの地下連絡通路が開通している。2016年9月、前年1月から進めてきた野村不動産と竹中工務店が開発した精神装置、デュアル TMDNT の当ビルへの設置工事が完了した。デュアル TMDNT は今後起こる可能性が指摘されている南海トラフ地震と同等レベルの長周期地震動による揺れを 約20%から25%低減。揺れ時間を約50%短縮することができるとしている。2020年10月に貸し会議室である野村コンファレンスプラザをそれまで48階にあったものからエスカレーターでエントランスフロアと直結している2階に移設し、リニューアルオープンした。3つの大会議室同士の 映像音声同時中継が可能であり最大約400人の会議が可能としている。また、2021年5月にはインターネット高速回線を複数用意し、ウェビナー向け利用も強化している。エレベーターにはオフィス用24機、非常用2機、駐車場用2機がある。オフィス十二階までの四機と非常用一機が、東芝製、オフィス十九階までの四機と非常用もう1機、 駐車場用は愚か B2B3 階直行用が、ーチス製、オフィス26階33階までが、三菱製、オフィス41階までとスカイレストラン49.50階用が、日立製である。4階12階19階26階33階41階に、乗り継ぎ会がある。2012年度から順次、エレベーターのリニューアル工事を実施している。 そして2017年10月11日までに完了した。地下1階と地下2階には約25店の飲食店、店舗等がある。4階は社員専用カフェテリア、5階はクリニック、49階と50階はレストラン街となっているほか、校舎には無料の展望ロビーがある。主なオフィスなど。 また隣に、ソンポジャパン本社ビルがある関係で、その系列会社等も入居している。主なテナントなど、ありがとうございます。